その1、地獄の泥沼捕獲作戦。捕獲じゃー。今は何をやってるんだぜ。今回はいよいよ空を飛ぶための第一歩、よく言うプテラノドンを捕獲していくよ。このボコボコに殴られてるのがそのプテラノドンか。そう、普段はそこら中にいるのにこうやって捕獲しようとするときに限って周囲から姿を消すのよね。おかげで1時間以上かけて遠くまで捜索する羽目になりました。なんかもうすでにかわいそうだなお前。プレイヤーの捕獲したい恐竜を察知して出現率を下げる機能でもついてるのかしら。何その鬼畜仕様。というかタイトルでお察しの通り今回は泥沼界です。これからお届けするのは全てがうまくいかなかったプテラノドン捕獲作戦のダイジェストであります。全てがうまくいかなかったって言われても、画面ではすでにテイムの直前まで進んでるぜ。確かにテイムしたわ。今回の作戦はレベルの高いプテラノドンを捕獲し活動範囲を大幅に広げることよ。あ、なるほど。こいつのレベルは低いのか。そう、あまりにも近辺にプテラノドンがいなかったから。とりあえず、運よくいた低レベルのプテラノドンを一匹捕まえて、低レベルプテラで空を飛び、遠くまで高レベルプテラを探しに行こう。といった計画です。こいつはレベルの高いプテラノドンを探すための足に使うわけだ。それではテイム完了までスキップしようとしたらディロフォに殺されてました。マジかよ。それからさらに1時間以上捜索し、奇跡的にもう一匹の別個体を発見。うわ、地獄のような捜索時間。画面がカクカクなのは許して、とりあえず捕獲するぜ。カクカクしながらも容赦なく殴っていく。アークって結構負荷がかかるゲームなんだな。おそらくそれが原因なのかしら。今回の動画含め、普段は 4K 解像度でプレイしているので次回以降はフル HD に画質を落としてやってみます。動画の画質は一切変わらないから心配しなくていいぜ。それではテイム完了までスキップ。テイム完了。名前はプテラノドン。よ、なんて名前だ。このプテラを使ってより強力なプテラを探していく。はずが間違えてナルコベリーを上げて昏睡になりました。バーカ。そしたら滑って海中に沈んでいきました。まずいまずい、摩擦の概念ないのか。このままだと窒息死してしまうわ。苦労して捕まえたプテラをこんなことで死なすわけには。メガピラニアに殺されました。うわぁ。ね、だんだんと泥沼とかしてきたでしょ？もしかしてまだ続くの？ふふ。その後も、捜索して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 、夜になっても見つかりませんでした。お前マジで何時間探してるの？リアルタイムで4時間近く経過してるよ。何回目の夜なんだよ。そして夜明けは霧で覆われて視界不良。捜索がより困難になりました。かわいそすぎる、お金あげたい。やっとで見つけたよ。3度目の正直。名前は今度こそプテラノドンに。この名前は固定なのね。この名前は気に入ってるから絶対よ。よし、それでは事前に用意しておいたサドルを装着し、さらなる高レベルプテラを探しに出発よ。やっとでここまで来れたな。ハゲそうだぜ。まあ空から探せば簡単よ。でもまだスタートラインに立っただけだから油断しないようにな。そうね、移動範囲が広がるってことは強力な敵が多くいる場所にも簡単に行けてしまうってことだもんね。念のため、前回テイムしたパラリラ君と人力さんを一人お供に連れて行きます。さて、一度第一拠点に戻り、プテラの名前をフラフラのフラに変更。待て待て、さっきまで名前はプテラのドンは絶対って言ってたじゃねえか。この後捕まえるであろう高レベルなプテラにその名前は付けようと思うから、急遽変更したのよ。なるほど。それでは準備万端、捜索開始です。なんだこの世界は。マップ全体からすればまだ真ん中あたりなんだけど、私たちがこれまで足を踏み入れたことのないエリアだね。これほどまで一気に北上できるとは。このあたりの恐竜はもう私たちでは太刀打ちできなさそうね。なるべく早く見つけて帰りたいぜ。もっともどのあたりがどれくらい危険かなんてさっぱりなので、そこのところはうんと噛んで何とかしたい。極力攻略サイトとか水に手探りでやっていきたいもんな。そういうスタンスである以上、このチャンネルのリスナーさんがコメントで優しく教えてくれるのが結構助かってます。程よく動画で困っているところのみを教えてくれるのが一番助かってるんだぜ。あまりに詳しく攻略法書かれると冒険するワクワク感がなくなっちゃうものね。それでは、先ほどこの近辺にプテラを見かけたので降りて捜索してみます。人力さんは強制移動を利用し、パラサウロロフスのパラリラ君と共に、こちらへ引っ張られてるはずです。途中で引っかかる可能性もあったが割と無事そうだぜ。それにしてもこの針葉樹林的なエリアかなり景観が綺麗ね。で、なんか人型の生物がいる。人力さんかしら？なわけねえだろ、毛深すぎる。どうやらゴリラのような動物だな。ここまでしっかりと直立して二足歩行をしていると、恐竜世界ということもあって少し奇妙に映るわね。まあ、とりあえず曲解はかけずに近くのプテラノドンを見ていこうぜ。このプテラはレベル7か。一応狙い目なのはレベル20以上かな。パラサウロロフスと同じ基準だな。せっかくここまで北上してきたんだしね。せっかくだし今乗ってるプテラちゃんの戦闘力を確認してみよう。このちっこいのを蹴散らしてみるぜ。お、ワンパン100ダメージだ。すごいわね。そして人力さんが到着したぜ。どうやらこの直立歩行ゴリラを観察しているみたい。こいつギガントプテプスっていうのか。確か
かに人と比べるとかなり大きい。性格も温厚そうだね。おい、襲われたぞ。進路妨害をしたから切れたのかしら。あのギガントプテプスの生態がまだ未知数すぎて敵対した原因がいまいちわからないが、足の速さ的におそらく逃げ切れるだろうぜ。一応パンイチだったし失うものはないそうで。人力さんを助けないクズ実況者オツです。だって、私やクテラが死んだらどうやって帰るのよ。確かに目的が達成できずに済むな。しかしそれでも助けてしまうのが私の悪い癖さ。めっちゃいいやつやん。とりあえずボーラで拘束してその間に逃げましょ。って、ボーラが効かないどころかクテラが攻撃をしちゃったんだぜ。まずい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 。あんなムキムキゴリラに襲われようものなら私もクテラも秒殺されちゃうわよ。あれ、でも割とクテラがボコボコにしてね。あ、倒しちゃってる。クテラちゃん強すぎ。もう夕方ね。これ以上の捜索は危険と判断し、近くのプテラの群れを最後の捜索とするわ。おお、トリプルプテラ。気になるレベルの方は、全部低レベルだな。待って、付近にレベル22がいたわ。ほんとだな。じゃあこいつをさっさとテイムして離脱だ。オッケー、ボーラで拘束してっと。間に合いませんでした。でしょうね。とりあえずここで夜明けを待ちます。もう中の人も人力さんも剥げ上がってるぜ。レベル20のプテラ探すのに半日かけてるという異常事態。こんなやついるのか、界隈に。そして現状報告をついでにしておくと、パラリラ君はどこかの岩場に挟まれて動けなくなってるんだとか。マジかよ。でも無事らしいから人力さんが後ほど保護してくれるそうです。助かる。夜明けです。暇すぎて高度限界試してました。でもお前それスタミナ切れでそのまま落ちるんじゃ。まあ大丈夫大丈夫。ある程度この辺り安全みたいだから。よし、この辺りに降りよう。間違えてプテラから降りて落下ダメージ受けてますやん。やっちまったぜ。スタミナを回復させたら捜索再開だな。そうね、頑張りましょう。そしたらワニにボコボコにされて食われて死にました。ひどすぎる。くそ、プテラと貴重な装備品をすべて置き去りにしてしまった。まったく、何やってんだよ。さっきロストした場所までどうやって戻ればいいのやら。場所がわからないのか。だってプテラがスタミナ切れで落ちただけだから場所までは把握できていないのよ。困ったな。よし、それではパラリラ君に乗って捜索していきます。プテラを探すはずが落とした装備を探す羽目になるとは。もうやけくそよこんなの。見えるぞ、地獄の泥沼展開が見える。探して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 。もうどこを探せばいいのかさっぱりだぜ。正直、別のプテラをテイムしてからそのプテラで捜索しようと考えてる。お前プテラノドンを捕まえるためのプテラノドンとロストした装備を捜索するためのプテラノドンを探しているのか。そうよ。あんなよくわからない場所、空から探さないと無理よ。ああ、もうわけがわからないぜ。1時間後。ごめん、捜索してる私もどうすればいいかわからなくなってきた。泥沼地獄展開ついに来たる。とりあえずプテラを発見したからテイムしてみます。本当には気が悪くてハゲそうになるぜ。あ、外して逃げられた。そしてパラサウロロプスのトラリラ君がユタラクトルに殺された。最悪じゃねえか。てかユタラクトルって前回言ってためっちゃ足が速い肉食恐竜じゃねえか。そうよ、これ私たちも危険なんじゃ。もう囲まれたぜ。早すぎる。しかも3匹の群れでうち2匹がテックって、到底パンイチで戦える敵じゃないんだぜ。人力さんが死んだ。ひどすぎる。こんなほぼ全裸で勝てるわけないやん。もう嫌だ。その夜、おもちバーでは。なあ、聞いてくれよマスター。おう、なんで、そんな格好でよ。もう俺ダメかもしれねえ。なんでだ、相談なら乗るぜ。それがよ、プテラノドンすら捕まえれねえんだ。なんだよ、冗談はやめてくれ。プテラノドンなんさ、毎日いくらでも捕獲できるような獲物だぜ。それを捕まえれねえなんて、冗談もほどほどにしてくれってもんだ。いや、本当なんだ。この4日間ひたすら捜索を続けても本命のプテラノドンは一向に捕まえられない。もうダメだ、俺は向いてねえよ、この世界で生きるの。さっきからうじうじしやがってこのうじ虫が、ごたごた言ってんじゃねえ、ぶっ殺してやる。ごめんなさいごめんなさい、こっちが悪かった、すまない、頑張るから朝一でリベンジしに行くから。うるせえじゃねえな、この混合で黙らせてやる。やばいって、このマスターやばいって。逃げんじゃねえ、俺が精神を一から鍛え直してやる。あ、霊夢たちのよく言う捕獲作戦はここから始まるのである。